幽霊妻、大阪慶吉。じゃあ一つ、すっかり発明から申し上げましょう。いやまったく、私もこの年になるまで、随分変わった世間も見てきましたが、こんな恐ろしい目に出会ったのは天にも地にも、これが生まれて初めてなんでして。ところで、むごい目にお会いになった旦那様のお名前は、ご存知でしたね。早々新聞に書いてありましたが、 平田昌次郎様とおっしゃって、当年とって46歳。いや新聞も、話の内容はまるで間違ったことを書いてても、あれだけは確かでしたよ。N 専門学校の校長様で、真面目すぎるのが、かえってたった一つの欠点に見えるくらいの、立派な厳格な先生様でございました。ところで、今度のことが起き上がるしばらく前に、ご離縁になって、 お気の毒な最後をおとげになった、問題の夏江うとおっしゃる奥様は、旦那様とは十日外の三十四におなりでございましたから、この方がまた、全く新聞に書いてあった通りのご器量よしで、その上置き立ての優しい、よくできたお方でした。こう申しては、なんですが、二年前にこの老いぼれが、学校の方の小遣いを首になりましたときに、 お手の方の下男にお引き立てくださったのも、後で女中から聞いたことですが、みんな奥様のお口添えがあったからでして、何でも、旦那様はどちらかというと、口やかましいお方でしたが、奥様はいかにも大家の娘らしく、寛大で、しとやかで、そのためにご夫婦の間で口争いなぞこれっぽちも、なさったことがございませんでした。申し忘れましたが、 奥様は旦那様と違って喫水の江戸っ子で、ご実家は人形町の呉服屋さんで、かなり盛んにお店を張っていらっしゃいます。で、まあ、そんなわけで、ご夫婦の間にお子様こそございませんでしたがご家庭は、まずまず穏やかに参っていたわけでございますが、ところが、それがこの頃になって、どうしたことか急に悪いことになり、 ととうとう奥様はご利益という誠にまずいお話になってしまったんでございます。いや全く、なんだって今更ご利益謎というとんでもないお話になったのか、私どもにはとんと知るよしもございませんが、ご実家のお父様も2、二三度おいでになって、いろいろとお話をなさったようでございましたが、何分かたくなな旦那様のことでお話はできず、親元へを引き取りということになったんでございます。 いや、どうも、これがそもそも悪いことの始まりでした。奥様は大変お嘆きになって、お目を真っ赤に泣き晴らしながら、お父様とご一緒にお帰りになるし、旦那様は何か大変不機嫌で、ろくに口をお聞きにならないという始末。私どもも随分気をもんだんですが、何を申してもこちらはただの雇い人、それに、第一難のためのご利縁か。 肝心要のところがとんと分かっていないのですから、お話にもなりません。何でも、女中のすみさんの言うところでは、何か奥様に不業績があってのご利益ではあるまいか謎と申しますが、しかし私は、初めっから、奥様がそんな方でないことは、じゃーんと存じ上げておりました。なるほど奥様はご器量よしで、さすが下町育ちだけあって万事に日本趣味で、 神謎もしょっちゅう日本神でお過ごしになりましたが、それがまた何とも言えない水な中に気品があって、失礼ながら校長様の奥様としても、申し分ないほど美しい方でしたし、それに第一また、お子様もないことですので、お一人で気軽に外出なさることもよくございましたけれども、一旦お天と様が沈んでからというものは、一人でお出かけになったことなど、決してございませんでした。 いや、まったく、私もこの年になるまでには、随分いろいろな女も見て参りましたが、奥様のように、大事なところをきちんとわきまえていられる方は、そうざらにはござん,んですよ。いや、どうも、とんだ横道にそれてしまいましたが、さて、それから大変なことが、続いて持ち上がったのでございます。あれは、五里園になってから確か四日目のことでございましたが、 まだお荷物も片付いていないというのに、ご利益を苦になさった奥様は、とうとうご実家で毒を飲んでお亡くなりになったんでございます。どうも、なんとなくお気の毒な次第で。何でも、後から伺ったことでございますが、奥様は簡単な書き置きをお残しになって、自分はどこまでも潔白であるが、お互いの晴れないのが恨めしい、というようなことを、 旦那様宛にお残しになったということですが、そのお手紙を持って、人形町からの使いが、奥様の休止を旦那様へお知らせに来ましたときにはさすがの旦那様も、急にお顔の色がさっとおかわりになりました。いや皆さん、ところが学者というものの偏屈さを私はそのときしみじみ感じましたよ。 とにかく、命を投げ出してまで身の潔白を立てようとなさった奥様ではございませんか。余心場どのような罪が終わりなさったとしても、仏様になってからまで、そんなに辛くお当たりになることもないんですのに、ところが旦那様は、一旦離縁した者は妻でも親族でもないとおっしゃって、青い顔をなさりながらも、名誉心が高いと申しますか、意地が悪いと申しますか、お葬式にさえ、 お顔をお出しになろうとなさらなかったのでございます。そうして、私どもの気を揉むうちに、どうやらご実家の方だけでご葬儀も済んでしまい、あの取り込みの後の引用のない寂しさがやってきたのでございます。さて、これで、このまま過ぎてしまえば、何でもなかったのでございますが、実を申しますと、今までのお話は、ほんの前置きでございまして、話はこれから、 いよいよ本筋に入り、とうとう皆様もご存知のような恐ろしい出来事が持ち上がってしまったのでございます。ところで、一番初め、旦那様のそぶりに変なところの見え出しましたのは奥様のご葬儀がお済みになりましてから3日目のことでございました。今も申し上げましたように、旦那様は偏屈をおっしゃって、ご葬儀にもご出席になりませんでしたが、 旦那様はそれでいいとしましてもお世話になりました私どもがそれではすみません。それで、何とかして、せめてお墓参りなどさしていただきたいものと存じまして、それとなく旦那様にお願いいたしましたところ、それまで表面はかなり頑固にして見えた旦那様も、さすがに内心をお尖めになるところがあると見えまして。では、わしも、陰ながら一度も出てやろう。とおっしゃいまして、 早速お供を申し上げることになったのでございます。申し忘れましたが、奥様のご墓所は谷中墓地でございまして、田端のお手からはさして遠くもございませんので、私どもは歩いて参りましたのでございますが、何分旦那様の学校がお引けになりましてから、お供したのでございますので、道館山を越して谷中の墓地に着きました時には、もうそろそろ日も暮れ落ちようという、 寂しい時でございました。奥様のご実家のご墓所の位置は以前にもおいでになったことがございまして、旦那様はよくご存知でございますので、早速お花を持ってそちらへお出かけになるし、私は井戸へお水を汲みに参ったのでございます。ところがお水を汲みまして、私が一足遅れてご墓所の方へ参ろうといたしますと、 たった今そちらへお出かけになったばかりの旦那様が、こう、青いお顔をしてあたふたと逃げるように引き返しておいでになり、急に気持ちが悪くなったから、これで帰ろう。自動車を呼んでくれ、とおっしゃるのでございます。いやどうも、全くびっくりいたしました。私としましては、せっかくそこまで参ったのでございますから、 とてもそのまま引き返したり謎したくなかったのでございますがさりとてお加減の悪い旦那様を捨てても置かれず残念ではございましたがそのまま一旦桜木町の広い通りへ出まして遠回りながらそこから自動車を拾ってお宅まで引き返してしまったのでございました後で考えてみれば少し無理と思いましてもあの時旦那様だけお返しして私だけ すぐに引っ返してお墓参りをしましたなら、あるいはあの時、人気のない墓地の中で旦那様がご覧になったものを、私も見ることができたかもしれないと、おっかなびっくり考えたものでございますが何分その時は、変だなとは思いながらも、旦那様のご容体の方が心配でしたので、そんな分別も出なかったわけでございます。さて、ご帰宅なさいましてから、 旦那様のご加減は間もなくお直りになりましたが、その日から旦那様のご用子が少しずつ変わって参ったのでございます。いつになってもお顔の色は妙に優れず、お目が血走っていつもイライラなさっていられるのを見ますと、私どもはまだ本当にお加減は良くなっていられないのだなと思われたほどでございます。そうそう、こんなこともございました。 何でも、今までは夜分なんぞ、いつもかなり遅くまでご所見なさったり、お書き物をなさったりなされました5週間が、ふっつりお泊まりになりまして、かなり早くから女中にお床をお取らせになって、お休みになるのでございます。そして戸締まり謎につきましても、今までより一層神経質になり、厳しくおっしゃるのでございます。 気のせいか、そうして日ごとにご用子のお代わりになっていく旦那様のおそばにおりながら、私どもは、ただわけもわからず、おどおどいたすばかりでございました。いや、ところが、こうしたまるで、ボタン道路の新三郎のような不吉なご用子は、そのまま4日ほどもだんだん高まり続いて、とうとう恐ろしい最後の夜が参ったのでございます。いや、まったく、 今思い出してもゾッとするような恐ろしい出来事でございました。何でも、あの日女中の清さんは、千葉の里から兄さんが訪ねてきまして、一晩大いとまをいただいて遊びに出かけ、旦那様のお世話は、この老いぼれが一人でお引き受けいたしていたのでございますが、六時ごろに夕飯をお済ましになりますと、旦那様は、ご書斎から何か書類の束をお持ち出しになって、 明日からに、3日学校の方を休みたいと思うから、これを早稲田の上田さんへお届けして、お願いしてきてくれ。とおっしゃるのでございます。上田様とおっしゃるのは、学校で旦那様の代理をなさる先生でございます。まだその時は時間も場イございましたし、2時間もすれば十分帰って来られると思いましたので、早速お引き受けいたしまして、 田畑駅から早稲田まで出かけたのでございます。無論私は平素のお指図通り、戸締まりはきちんとし、表門謎も固くとさして勝手口からこっそりと出かけたのでございますが、なんと申しましても、旦那様をお一人で残しておくなぞというのは、そもそも良犬違いだったのでございます。御用を済まして帰って参りましたのが、意外に遅くなって8時半。 てっきり旦那様にお小言を受けるに違いないと、舌打ちしながら、急いで廊下をご書斎の前まで参りまして、扉の外から。行って参りました。恐る恐るお声をかけたのでございます。ところがご返事がございません。もう一度声をかけながら、扉を開けてお部屋の中へ一歩踏み込んだ私は、その時思わずはっとなって立ちすくんだのでございます。どこへお出かけになったのか、 旦那様のお姿が見えません。いや、それどころか、お庭に面した窓のガラス扉が一方へ押し開けられて、その外側の窓枠にはめてあるはずの頑丈な鉄棒が、見ればなんとス本抜き取られて外の闇がそこだけ派手な島となってうそのように浮き上がっているではございませんか。私は思わずドキンとなってその方へ進みかけたのでございますが、進みかけて、 ふと傍らの解放されたふすま腰に、畳敷きのお芋の中へ目をやった私は、今度はへなへなとそのままその場へ崩れるようにかがんでしまいました。お芋の床柱の前に仰向きに倒れたままこと切れていられる旦那様を見つけたからでございます。お姿は二目と見られない無ごたらしさで、両のお目を何かまるで、ひどくすごいものでもご覧になったらしくカットを開きになったまま、 お目玉が半分ほども飛び出して、お顔の色が土色に変わっているではございませんか。見渡せば、お部屋の中は大変なありさまで、旦那様もかなり抵抗なさったと見え、枕や座布団や火箸などがところ構わず投げ出されているのでございます。さ、それからというものは、一体私は何をどうしたのか、今から考えても、 さっぱりその時の自分の取った処置が思い出せないのでございますが。何でも私の気持ちが少しずつ落ち着いて参りました頃には、もう体制の警官たちが駆けつけて、調査がどしどし進められ、世にも奇怪な事実が見つけられていたのでございます。何でも警察の方のお調べによると、旦那様のところへやってきた恐ろしいものは、 明らかに一人で庭下駄を履いてきたというのでございます。それは表門の近くの池垣を通り越して、玄関、勝手口を回って庭に面した書斎の窓に至るまでの所々の湿った地面の上に、同じ一つの庭下駄の跡が残っていたからで、しかもその庭下駄の跡は歯と歯の間に鼻緒の結びの跡がいずれも内側に残っていて、 ひどく内側のすり減った下駄であることがすぐに分かったというのでございます。私は、警察同士で語り合っているこの説明を聞いたときには思わず義君となりました。それは、前にも申し上げましたように、お亡くなりになりました奥様は、日本趣味で、神をしょっちゅう日本神に言っておいでになったような方で歩き方も、今時のご婦人には珍しい純粋な内股で、 いつもお履き物が、すぐに内側がすり減ってかなわない、とおっしゃっておいでになったのを思い出したからでございます。私は思わずぞっとなって、このことは口に出すまいと決心いたしました。さて、庭に面した書斎の窓の親指ほどの太さの鉄棒は、皆で三本抜かれておりましたが、それは見事ともほとんど人間離れした激しい力で押し曲げられて、 窓枠の保存から外されたと見え、それぞれ少しずつ中ほどから曲がったまま軒下に捨ててあるのを見ましたときに、私は思わず震え上がってしまいました。ところで、今度は旦那様のご以外でございますが、これは誠に無ごたらしいお姿で、何でも頭の骨が砕かれたため、脳震盪とかを起こされたのがご死因で、もう一つひどいことには、お首の骨がへし折られていたのでございます。 この他には別にお傷はございませんでしたが、けれどもその固く握り締められた右章の中から、なんとも奇妙な恐ろしいものが見つけ出されたのでございます。おそばにそっとかがんでみますと、なんとそれは、右章の指に絡みつくようにして握り締められた数本の長い女の髪の毛ではございませんか。そして、おまけにその髪の毛からは、ほのかにあの懐かしい。 日本紙に使う香油の匂いがしているではございませんか私はふと無意識で頭を上げました。このお部屋は重たたみ敷きで、床の間の真向かいの壁寄りのところには、何か取り込み中で、まだご整理のできていない奥様のおタンスや兄弟が、遠慮深げに油断をかけて置かれてあったのでございますが、香油の匂いを嗅いでふと思わず頭を上げた私は、 何気なしにその兄弟の方へめをやったのですが、その途端にまたしてもドキンとしたのでございます。見れば、今まで気づかなかったその兄弟の、燃えるような派手な友禅の兄弟かけが、つやめかしくパッとまくり上げられたままであり、下の引き出しが半ば引き出されて、その前につげぐしが一本投げ出されているではございませんか。思わず立ち上がった私は、 兄弟の前へ駆け寄ると、むようにして、改めてあたりの様子を見回したのでございますが、引き出しの前の畳の上に投げ出された告げ串には、なんと旦那様のお手に握られていたのと全く同じ髪の毛が三四本、不吉な輪を作ってすき残されておりました。いや全く、その時私は、たった今しがた、その兄弟の前に座って、 澄み切った鏡の中へ姿を映しながら乱れた髪を解きつけて消え去っていった恐ろしいものの姿がありありと目に見えるような気がして思わず身震いを繰り返したのでございます。ところでこの時私はまたしても忌まわしいものを見つけたのでございます。それはこの兄弟の前に来て初めて見つけることができるような部屋の隅の畳の上に 落として踏みつぶされたらしい真新しい線香、それも見覚えもない墓前用の線香が半分バラバラになって散らばっているのでございます。なんという忌まわしい品物でございましょう。私は思わず目をつむって、誰へともなく心の中で手のひらを合わせたものでございます。そして私はもうこれ以上これらの忌まわしい思いを自分一人の中に包みきれなくなりまして。 折から、私へのお調べの始まったのを幸いに、奥様のご利縁からお亡くなりになったご模様。続いてあの谷中の墓地での旦那様のおかしなご用子から、今日今ここに至るまでの気味の悪い数々の出来事を、逐一申し上げたのでございます。すると、それまで私の話を黙って聞いていた、金筋入りの検証をつけた警官は、傍らの同僚の方へ向き直りながら、 どうもこのおじいさんは、亡くなられた奥さんが、幽霊になって出てこられた、と思ってるらしいんだね。そう言って似たりと笑いながら、再び私の方へ向き直って言われるのです。なるほど、おじいさん。これだけ無ごたらしい殺し場は、生きている人間の技とは、ちょっと思われないかもしれないね。しかし、これも考えようによっては、 ただの女一人にだってできる仕事なんだよ。例えばね。あの窓の鉄棒を抜き取るにしたって、何もそんなお化けじに立ちからがなくたって、よくある手だが、まず二本の鉄棒に手拭いかなんかを輪のように回してしっかり縛るんだ。そしてこの手拭いの輪の中に何か木片でも差し込んで、ギリギリ回しながら手拭いの輪を締め上げるんだ。すると二本の鉄棒は、 すぐに曲がって窓枠のから外れてしまう。何でもないよ。それから、この死人の傷にしたって、何か重みのある凶器で使いようによっては十分こうなる。それからまた、内側の減った下駄にしても、何も内股に歩くのは、こちらの奥さん一人きりというわけでもないだろう。わかったね。じゃあ一つ、これから。 その亡くなった奥さんの人形町の実家というのへ案内してくれ。そこにいる女を片っ端から叩き上げるんだ。警官は、そう言って、がっちりした体を揺すり上げたものでございます。ところが、この時、今まで旦那様のご依外を調べられていた、割に若いお医者様らしいお方がやって来られまして、不意に。警部さん。 あなたは何か勘違いをしてられますよ。とテキパキした調子で始められたんでございます。例えば、あなたの鉄棒を曲げるお説ですね。聞いてみれば、なるほどごもっともです。その手でやれば、2本の鉄棒は人間の力で十分曲がりましょう。しかし、今あの窓で曲げられているのは3本ですよ。3本曲げるにはどうするんです え。今のあなたのお説では、二本しか同時に曲げることはできないのですから、二本とか四本とか六本とか、つまり偶数なら曲げられるが、一本とか三本とか五本とか、奇数ではどうしても一本切り余りができて、手ぬぐいの輪をかけることもできないではありませんか。だからあれはそんな泥棒じみたからくりで抜いたんではありませんよ。本当に魔物のような力でやったんです。 それから、例の下駄の件ですがね、あなたは、あの下駄を履いた内股歩きの女が、人形町あたりにいるようなお見込みですが、しかし、こういうことを一応考えてください。つまり、下駄の裏の鼻緒の結び跡が残るほど内側が減るには、一度や二度履いただけではなく、いつも履いていなくちゃあならぬわけでしょう。そうすると、 兄弟に向かって、乱れた髪をときつけて帰っていくような、たしなみを知っている普通の女がいつでも庭下たんぞを履いて、しかも人形帳あたりでぞろぞろしているというのはちょっとおかしくないですか。そう言ってお医者さんは、急に部星の隅へ行かれて、畳の上から例の忌まわしい線香の束を拾い上げると、今度はそいつを持ってつかつかと私の前へやって来られていきなり。 あなたは谷中の墓地にある、亡くなられた奥さんのお墓の位置を知っていますかと聞かれたんでございます。向き打ちのご質問でびっくりした私が、声も出せずに黙って頷きますと、その若い利口そうなお医者様は。では、これから、そのお墓まで連れて行ってくれませんかと今度は警官の方へ向き直って。ねえ警部さん。この線香の束は、 まだこれから使うつもりの新しいものですよ。一つこれから、谷中の墓地へ出かけて、こいつをここへ忘れていった、その恐ろしいものにぶつかってみませんか。とまあそんなわけで、それから十分ほど後には、もう私どもは警察の自動車に乗って、深夜の谷中墓地へやってきたのでございます。墓地の入り口のずっと手前で自動車を乗り捨てた私どもは、 お医者様のご注意で、お互いに話をしないように静かに足音を忍んで、墓地の中へ入ったのでございますが、ちょうどその時雲の切れ目を漏れた満月の光が、見渡す限りの墓標を白々と照らし出して、墓地の周囲の深い小立ちが、折からの夜風にさわさわと揺れるのさえ、はっきりと手に取るように見え始めたのでございます。いや、全くこの時のものすごい景色は、 案内人で先へ立たされていた私のかしらん中へ、一生忘れることのできないような、なんて申しますか、印象。とかいうものを焼き付けられたんでございます。ところが、それから間もなく、奥様のお墓の近くまでやって参りました私は、不意にぎょっとなって立ち止まったのでございます。見れば、まだ石灯の立っていないために、心もちくぼで見える奥様のお墓のところから、 嫁にもほのぼのと青白い線香の煙が立っているではありませんか。ああ、確かあの、煙の立っているところでございます。もう私は案内役ができなくなりましたので、そう言って震える手で向こうを指さしながら、皆様に先に立っていただきました。するとお医者様が真っ先になって、どしどしお墓のところまでお行きになりましたが、立ち止まって覗き込むようにしながら、 こんなことだろうと思った。そう言って、私たちへ早く来い。と顎をしゃくってお店になりました。続いて駆けつけた私たちは、一目お墓の前を覗き込むと、その場の異様なありさまに打たれて、思わず呆然と立ちすくんだのでございます。黒黒と湿った土の上に、斜めに突き刺された真新しい奥様の外場の前には、この寒空に派手な浴衣地の根巻きを着て、 長い髪の毛を頭の上でちょこんと結んだ、一人の異様な相撲取りが、我と己の舌を噛み切って、仰向き様にぶっ倒れていたのでございます。手遅れでしたよ。お医者様はそう言いながら、無造作な手つきで死人の体をまさぐっていられましたが、やがてふと、外場の前のもうすでに燃え尽きようとする線香の束の横から、白い手紙のようなものを取り上げると、 そいつを広げて、黙って警部さんの方へ差し出されました。無論その手紙は、私も後から見せていただきましたが。何でも、あまり達筆ではございませんでしたが、それでも一生懸命な筆跡で。おひいきの奥様、行き札はご実家の旦那様からお伺いいたしました。私めのためにとんでもない濡れ犬をお気になったお恨みは、必ずお晴らし申します。 特別語尾気にしていただきました私めの、これがせめてものを恩返しでございます。大体、そんなことがその手紙には書いてあったのでございます。いや、全く、相手がお相撲取りと知ってからは、大きな下駄の跡を、庭下駄だなんて騒いでいた連中がおかしいみたいで。それに、これは後から奥様のご実家の旦那様から伺ったんでございますが、 何でも下駄の内側をすり減らすのは相撲取りに多いのでそれは相撲取りの一番力のはいるところが両足の親指の付け根だからだそうでございます。それから奥様のご実家は皆様揃って相撲を好きで舌を噛み切って死んだその相撲取りはご実家で特にひいきにしていらっしゃる茨城部屋の2枚目で小松山という将来のある力士だったそうでございます。 いや、どうも、奥様の幽霊の正体がお相撲取りとは思いもよりませんでしたが、それでも私は、奥様が不行績をなさるようなお方でないことは、初めっから固く信じておりましたようなわけで、こうしてことの起こりがひいき相撲と分かってみれば、やっぱり私の考えが正しかったのでございます。学者ぎで、少し堅くなな旦那様には、おかわいそうに、どうしても、 ひい相撲の純な気持ちというものがお分かりになれなかったのでございましょう。やれやれ、とんだ長話をいたしましたが。では、ここらでご無礼させていただきます。定本。回帰探偵小説週1、春木文庫、角川春木事務所。1998、平成10年5月18日第1ズり発行。定本の親本。 怪奇探偵小説集、二葉社。1976、昭和51、年2月発行。疑わしいと思われる箇所の称号には、戸村らい機関車、国書館公会。1992、平成4、年5月20日初版第一刷印刷、を用いました。入力、王の進む、厚生林田和子。 2000年12月14日公開。2011年2月24日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ www.auzora.gr.jp スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。